W61CA は、カシオ計算機及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズが、日本国内向けに開発した、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の携帯電話である。ベストセラーとなった同社の2007年夏モデル W52CA と、エクシリム携帯 W53CA の、それぞれの長所を組み合わせた端末である。 背面デザインは W52CA をベースとしており、W53CA と同等の515万画素 a f 付きカメラを搭載している。W52CA 同様に防水性に優れ、W53CA には搭載されなかったワンセグも視聴可能である。画面解像度は W53CA のワイド VGA からワイドクベガになっているものの、 W51CA に搭載され、人気だったステップキーを採用し、より操作性に優れている。そして、カシオ計算機制の端末にプリセットされる、アデリーペンギンにも対応している。最新プラットフォーム、KCP や EV、DoLev、AA などには対応しないものの、既存の Win 対応端末としては、ハイスペックな端末となっている。本機は、カシオ製端末として、 初めて4色のカラーバリエーションが登場した。なお同社製の au 向け端末としては、最後の kcp 並びに e v d u ー e v 例に対応した端末となった。他際圧部は約2 2トル移動と静止の組み合わせ。ただし、アデリーペンギンがプリセットされていることや、ステップキーの採用などから w41ca-w51ca の 後継機種と見ることもできる。今回はカラー版もプリセットされ、ペンギン自体のアニメーションデータもさらにバージョンアップされている。他にはイージー、携帯アレンジデータとしてカツオのボニットもインストールされている。au ショップ店頭で確認。修理依頼をしてもメーカー対応が2014年3月31日付で終了として受け付けられない。ありがとうございます。